もし恋敵から命を狙われたら、あなたはどう迎え撃ちますか？2019年6月17日、イギリス・ロンドン特別区ストラトフォード。これでお前は俺の女だ。街灯の光もほとんど届かない路地裏で、スマホを片手にそうつぶやいたのは、マンタス・クベダラス。この日、マンタスがストラトフォードを訪れたのは、ある目的を果たすためでした。その目的とは、恋人の元夫の殺害。マンタスは恋人から元夫が未だにしつこく付きまとってくると愚痴を聞かされており、かねてから疎ましく思っていたんです。そして今日この時、彼の目の前には確かに血まみれになったその男が横たわっていました。凶器のナイフをゴミ箱に放り捨て、電話の向こうの恋人に勝利の喜びを伝えるマンタス。いくら恋敵とはいえ、彼の行動は明らかに常軌を逸していました。そんなマンタスに対し、電話の向こうの恋人は確かにこう言ったんです。そう、私のために殺し合ってくれてありがとう。元夫を殺してしまった恋人に満足げに感謝を伝える女。女は何を思い、男たちの殺し合いを望んだのか。その原因は彼女が抱いていた、我々には到底理解のできない男性の理想像があったんです。おざす。この間石垣島にワーケーションしに行ったよ。ケンちゃんです。石垣島でダイブしたら私がいます。ヤミコです。いなかったんですけど、水牛車乗ったんですよ。水牛が聞いてくれるんですけど、ベトナムみたいな、いきなり三味線が始まったりとか、結構風情あってよかった。ライブ配信とかで裏話をしたいと思うんですけど、本日ご紹介するのはイギリス・ロンドンで起こった殺人事件についてなんですが、女性一人が男二人に殺し合いをさせたという意味不明な何の漫画みたいな謎の事件なんです。女の目的何なの、はい、誰かに頼んで殺してとかならまだわかるじゃない、排除したかったみたいな、うん、何が目的なのか全然わかんなくない、うん、犯人の女性を僕らも理解できないような危険な感覚の持ち主だったとも言われてるんです。そんな彼女を取り巻く二人の男たちは、出会ったら最後、決して関わらせてはいけない男たちだったんです。愛された女。2019年6月11日、イギリス・ロンドン、ケント州、ダートフォード。お疲れ様。いつもアスタがいてくれて助かるよ。仕事終わり、上司からねぎらいの声をかけられていたその女性は、アスタ・ユスカウスキーン。半年前に離婚したばかりの彼女は、3児を育てるシングルマザー。子供たちを守っていくため、介護福祉士として、来る日も来る日も懸命に働いていたんです。仕事熱心なアスタは、職場での信頼が厚く、上司や同僚とも良好な関係を築いていました。そして、アスタ、お疲れ様。施設から出てきたアスタを笑顔で迎えたのは、元夫とのギドリアス・ユスカウスカス。ギドリアスは離婚した後もアスタやその子供たちを変わらずに愛し、そばで支え続けていました。離婚こそしたものの、無類の愛で接してくれる元夫のおかげで、アスタは何不自由ない日々を送っていたんです。仕事終わりに迎えに来てくれるなんてさ、うん、離婚したのにそんな関係ってなかなか聞かないぐらい珍しくない？離れて暮らしてるとはいえ、子供たちにとってもギドリアスみたいなお父さんがいるっていうのは安心ですよね。そうね、うん、ただここで問題になってくるのが、もう一人の男の存在だったんです。明日は予定があるんだっけ？じゃあ今日はあまり遅くならない方がいいな。助手席のアスタに向かい、少し残念そうにつぶやいた元夫ギドリアス。そう、二人はこの後、いつもならベッドの中で愛を確かめ合うはずでした。離婚しても仲良く過ごしていたアスタとギドリアスは、変わらず体の関係を持ち続けていたんです。ごめんね、明日は人と会わなきゃいけなくて。申し訳なさそうに言ったアスタでしたが、彼女の内心はまた違っていました。明日やっとあの人に会えるのね、楽しみだな。明日会うその人物の顔を思い浮かべ、口元を緩ませるアスタ。実は元夫との関係を切れずにいる一方で、彼女はまた新しい恋をし始めていたんです。アスタが思いを寄せるその人物は、インターネットを通じて知り合ったリトアニアの男性、マンタス・クベダラス。二人はしばしの間メールや電話のやり取りで関係を深め、2週間前に初めて会ったばかり。アスタはそんなマンタスを一目で気に入り、正直なところ元夫のことなどもはやどうでもよくなっていたんです。元夫に気のある素振りを見せているのはいただけませんが、すでに離婚した身なら新しい恋を探すのは自由。しかしたとえ元夫のことに目をつぶったとしても、アスタの友人たちは皆彼女のその行動を怪訝な目で見ていました。それはアスタの新しい恋人が出所したばかりの前科者だったから。そう、マンタスは10代の少女への暴行でつい最近まで逮捕されていたんです。決して前科のある人がみんなダメだとかっていう話ではないんだけど、それでも最近出所して、しかも前科が性犯罪って聞くと、身の回りにいるだけで危険なんじゃないかなって正直思っちゃうわよ。しかもアスタの場合は、好きになった相手がたまたま前科者だったっていうわけじゃなくて、自分から進んで前科者と付き合いたがっていたんです。一体なぜなんでしょうか。女の求めた刺激。
2018年12月、それはまだアスタと元夫ギドリアスが結婚していた頃。あ、またメッセージが来てる。スマホを片手に嬉しそうに声を上げたアスタ。実のところ彼女は夫ギドリアスと暮らしている頃からすでに出会い系サイトを通じ新しい恋人を探していました。ギドリアスは尽くしてくれるけど、ああいう男って退屈なのよね。ギドリアスは間違いなく優しく献身的な夫でした。一方でアスタの好みはアウトローな雰囲気で危険な香りがする男性。彼女は夫ギドリアスの性格にずっと物足りなさを感じていたんです。そんな折アスタが出会ったのがアンドリアスというリトアニアの男性。ワイルドでかっこいいじゃない。アスタは彼をすぐに気に入り、実際に会う約束を取り付けようとしました。するとアンドリアスからは次のような返事が。会うことはできない、俺は今服役中なんだ。実はアンドリアスのこの言葉がアスタの恋心をさらに燃え上がらせるんです。付き合うための難しさみたいなのに燃えてるってことですか？そうではなくてですね、アスタは純粋に前科者とか犯罪者とか魅力を感じるという女性だったんで。私危険なことが好きなんだと思う。強くて危険な感じのする男の人ってなんかかっこいいじゃない。友人の前でたびたびそう語っていたというアスタ。そんな彼女にとってアンドリアスの犯罪者の肩書きは非常に魅力的に思いました。彼女はここからリトアニアの刑務所へ足しげく通い、何度も面会を重ねてアンドリアスとの仲を深めていったんです。そしてある時アスタはアンドリアスに向かい確かにこう言いました。ねえ、私たち結婚しましょう。実はこの数日前、アスタは夫のギドリアスと離婚、主人のアンドリアスと一緒になるため夫の言い分には一切耳を貸さず話をまとめてきたというんです。こうしてアスタとアンドリアスは獄中結婚。しかしアンドリアスの出所後、彼をイギリスへ呼び寄せたアスタは思わぬ事態に見舞われます。え、入国できないの？そう、アンドリアスはイギリスへの入国を拒否されリトアニアへ強制送還。2人の結婚はなんとたった2ヶ月で終わりを迎えてしまうんです。そしてこの囚人アンドリアスがアスタに紹介した新しい男が少女への暴行で収監されていたマンタス。続いてマンタスと恋仲になったアスタはこの後彼をイギリスへ呼び寄せます。ここで不運にもマンタスは元夫ギドリアスと鉢合わせてしまうんです。元夫の方がさ、勝手に離婚話進められてた方なのに、それのタイミングで鉢合わせたら絶対修羅場じゃない？そうなんです。そして2人の男が出会ってしまったその時、アスタはさらに恐ろしい顔を見せるんです。魔性の女。2019年6月13日。誰だお前は？アスタとはどういう関係だ？いつものようにアスタの自宅を訪ねてきたかと思えば、激しい剣幕で怒鳴り始めた元夫ギドリアス。そう、彼が家に上がると、そこではリトアニアからやってきた元囚人のマンタスとアスタが抱き合い、愛し合っていました。アスタの恋人かなんか知らないが、俺は好きなタイミングで子供に会いに来るからな。そう吐き捨てると大きな音を立てて家を出ていったギドリアス。そんな元夫の様子を前に、アスタは恋人のマンタスにこう問いかけます。あの人、嫉妬深いから彼氏がいるって分かってもきっとしつこくつきまとってくるわ。どうにかしてくれない？こうしてこの翌日にもアスタの呼びかけで顔を合わせることになったマンタスと元夫ギドリアス。しかし話し合いが始まると両者一歩も譲らず口論はヒートアップするばかり。アスタは俺のことを選んだ。お前は用なしなんだよ。俺はいつでもアスタに会いに行く。お前にできることは何もない。突然現れた素性のわからない男を前にしたギドリアスはアスタとの間に生まれた子供のことが心配だったのでしょう。いくら新しい恋人だと言われても簡単には受け入れられなかったんです。子供のこともあるんだからさ、恋人のことは置いといて元夫とアスタが二人きりでちゃんと話し合うべきことじゃない、おっしゃる通りなんですけど、むしろねアスタは元夫と恋人がバチバチに喧嘩するのを楽しんでたんですよね。結局その日恋人と元夫の言い争いに決着はつかず、恋人マンタスはアスタの自宅へ戻った後も元夫ギドリアスへの苛立ちをあらわにしました。好き放題言いやがってムカつく野郎だ。そんなマンタスの様子をなぜか不敵な笑みを浮かべながら見ていたアスタ。そして彼女は確かにこう言いました。ねえ、この際だから決闘で決着をつけない？決闘？どんな世界線で生きてるの？ヤンキー漫画でしか聞いたことないわよ。アスタが言ってるのは中世のヨーロッパで行われていた決闘なんです。そっちの、ただよくわかんないんで本日のメトラキーワード、中世の決闘について。15世紀頃までヨーロッパでは決闘による裁判が行われることがありました。主に証拠が見つからない事件などで原告が被告に罪を認めさせるため剣や槍を用いた決闘を申し込むことが認められていたんです。被告が決闘に敗れれば直ちに絞首刑、一方で原告が敗れた場合や決着がつかなかった場合は被告
が罪を免れることに、この制度は神は正しいものに味方するというキリスト教信仰を背景にしたものでした。中世の決闘を模倣し、恋人マンタスと元夫ギドリアスにどちらが自分にふさわしい男かを争わせようと考えたアスタ。私、危険なことが好きなんだと思う。強くて危険な感じのする男の人ってなんかかっこいいじゃない。危険な男に魅力を感じる彼女にとって、二人の決闘は何より興奮するシチュエーションでした。ただ、たとえ恋人のマンタスがその提案に乗ったとしても、元夫ギドリアスが決闘などというバカバカしい話に応じるとは思えませんが、2019年6月17日午前0時、ロンドンストラトフォードの路地裏に二人の男の姿が。腹部を襲った焼けるような痛みに顔を歪めた元夫ギドリアス。彼の目の前に立つマンタスの手には鮮血に染まったナイフが握られていた。大したことねえな、拍子抜けだ。その日、元夫ギドリアスは相当に酔っ払った状態で決闘の場へ現れた。加えて彼は武器も持っておらず、マンタスにとってはたやすくねじ伏せられる相手だった。やめてくれ。息も絶え絶えになりながら必死で助けを求める元夫ギドリアス。マンタスはそのまま彼に馬乗りになると、これで俺の勝ちだ。ギドリアスの首にそのナイフを貫通させた。その後、現場には救急隊が駆けつけますが、全身35箇所をめった刺しにされた元夫ギドリアスは出血多量で死亡。彼は一心に愛を注いだ妻に裏切られ、どこの馬の骨とも知れない犯罪者によってあえなくその命を奪われることに。アスター自身のことも子供のこともめちゃくちゃ大事にしてくれてたじゃない、元夫は。そんな人決闘とか言って遊び感覚で殺せる神経全然わかんない。さらに気になるのはね、元夫のギドリアスがなぜ決闘の話に乗ってしまったかってところなんですけど、決闘の数時間前にアスターは元夫のギドリアスに対してある話を吹き込んでその気にさせていたんです。今夜ストラトフォードに来てほしいの。決闘でこの前の決着をつけましょう。アスターが元夫ギドリアスにその電話をかけたのは決闘が行われる当日のこと。そしてギドリアスはその誘いに乗るつもりなどさらさらなかったんです。決闘？何をバカなこと。話し合いなら別の日にしてくれないか。今日はもう随分酒を飲んでるんだ。ギドリアスはそう言ってアスターの誘いを断りました。一方でアスターは次のように続けます。もし決闘に勝てたらもう一度一緒になりましょう。元夫ギドリアスはアスタのその言葉に乗せられ、つい決闘の場へと足を運んでしまったんです。また彼は完全に酔っ払った状態で、しかも丸腰で現場へやってきており、決闘というのはただの話し合いだと勘違いしていた可能性もあります。アスタの恋人マンタスは犯行後すぐに現場を逃走。翌日、アスタは何事もなかったかのように子供を学校へ送り出し、ピザを頼んで2人で祝杯をあげたといいます。警察が事情聴取に訪れた際、アスタは元夫の死の知らせに涙を流す演技までして犯行をごまかそうとしました。しかし防犯カメラの調査やアスタとマンタスの身辺調査を進めるうち、2人の犯行はすぐに明るみに出されたんです。こうして迎えた2020年2月、実行犯のマンタスに下された刑は最低22年仮釈放なしの終身刑。彼に殺人を促したアスタは最低24年仮釈放なしの終身刑が言い渡されます。殺人を犯した者が必ずしも最も罪深いとは限らない。判決の際、裁判官は2人が犯した罪についてそう語ったといいます。危険な犯罪者に憧れた結果、尽くしてくれた元夫を殺め人生を棒に振ることになったアスタ。彼女は塀の中に入って初めて犯罪者がどれほど愚かな存在かを思い知ったのではないでしょうか。